しくお願いします。よろしくお願いします。ひらめきメモとエフタというツイッターを運営しております。ハンドルネームエフタと申します。僕自身はその何か ADHD とか発達障害といったような診断を受けているわけではないんですけれども、そういった方たちの発信する情報、特にその高梨さんとか借金玉さんが発信する情報っていうのを結構個人的に昔から掘っていて、すごい参考になるんですよね。なんか知んないけど集中できないとか気が散るみたいな時に、あ、こうすればいいのか、例えば机の上をこうやって全部手でこうガーってやって広くして取り組むみたいなのって実際にやってるんですけど、すごくなんだろう、しっくりくるっていうところから、結構そういったところ、いわゆるそういう界隈って言っちゃっていいんですかね、ところの人たちの情報っていうのを収集して自分なりにこうライフハックとして取り入れてきたっていうのがあって、でその流れで高梨さんと知り合って一緒にイベントをし始めて、本当にもう僕みたいな、そのいわゆるその診断を受けてるとかそうじゃないグレーの人たちとか、まさにこう心すごい集中できない気が散るみたいなのに心当たりがある人のためのイベントをやっていて、そこでサンクチュアリ出版さんの編集者さんが遊びに来てくださって、そこから本につながったっていう感じです。はい、はい、こちらのですね、容量が良くないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑、エフタさんと協調をしました高梨と申します。私はですね、サラリーマンです。都内のメーカーで働く、管理部門で、働くですね、サラリーマンでして、15、6年ぐらい前に、発達障害 ADHD 注意欠如多動症という、診断を受けまして、で、そこからですね、いろいろ山あり谷あり、谷ばっかりだったんですけれども、そこからなんとか生き延びてですね、それでその生き延びたそのやり方ですね、それ仕事のやり方、タスク管理というのを、人に広めたいと思いまして、エフタさんと一緒に、イベントをやるようになりました。でその後はエフタさんの先ほどのお話の通りなんですけれども、そんな感じで本は出させていただいて、でなんとなくなんですけど最近ですね感じてるのが、遅れてきた燃え尽き症候群みたいなのがありまして、でコンテンツがなかなか自分の中で出てこないというか、多分ですね、あんまり口数が少なくなるような気がするんですけれども、頑張って追いついていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、すみません、最後私で。すみません、借金玉です。こういう本書いてまして、私もそうですね、今35歳になるんで、今から10年ちょい前ぐらいに発達障害って診断されたんですけど、当時としてはね、どうしようもないよって言われて、こう、でそれ以降、会社が吹っ飛んだりとかいろんなことがあって、ね、で今最近はこういう本を書かせていただいたりして、なんとか生き延びようみたいな話をしてご飯を食べさせていただいておりますですね。でやっぱりこう今日はこうね、仕事術の本を書いてるっていうので、うまくこうね、皆さんの生き抜く知恵をね合わせて、新しい何かこううまいことこうね、お客さんにこれは便利みたいなのが伝わったらいいなと思っております。うん、そうですね、はい、あるいはここで私は今日本当ダメだって話をしたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、テーマいただいてるんで、ちょっとこの点テーマについてちょっと話していきますか。はい、できない自分を上手に動かすための習慣術っていうことで、結構もうこの本もすごい面白く、すごいいろいろとクリアしてしまったんですけど、シャキ玉さんの本に書いて、すみません、僕もうすでにこうカバー外してるんですけど、カバーつけても着ぶともうぐちゃぐちゃになるっていうのが、多分我々のあるあるなんで、基本的にはもう外して持ち歩くんですけど、なので今ちょっとカバーがないんですけど、これシャキ玉さんの本です。はい、で習慣を作るのがやっぱ苦手っていうふうに書いてあったと思うんですけど、そうですね、でも今日私この月末どれだけ仕事がこう渋滞してるかっていうと、もう自分でも思い出したくない。具体的に言うと5社ぐらいから怒りのメールが入りそうなんですよ。なるほど、結構斜め上を行く。今何個仕事が遅れてるか、はい、いやいやないです。今何一つない。でも自分に上手に動かすための習慣術というより、はい、
もうもはや最近思ったのはこうあの上手に動かないというか、うん、もう最近こう非常にこう後悔したのはなぜ俺はとっとと休んでおかなかったんだってことで、あこう、はいはい、頑張らなくていいところで無理に頑張り、でそして大して成果が出ないまま1ヶ月とか引き続き気がついたらどうにもならない状況になっているっていう、現在がどうにもならない状況って言うとすごい怒られるので、どうにかする状況って言うしかないんですけども、いやでもこの本にも書いてあったんですけど、あの今なんで休まなきゃいけないんだっておっしゃったじゃない、はい、なんで休んでなかったんだろうっていう、うんうん、この本で結構あのさっき本あの僕本カフェで読んでて感動したんですけど、こう休むことが一番大事というか、うんうん、っていうところが書いてあったと思うんですけど、あの休んでる自分を一番褒めよみたいな感じだったと思うんですけど、いや本当そうだなと思ったんですよね。なんかその月に1回こうあえ必ず休むみたいな日をまずは入れるみたいなことが書いてあるじゃないですか、いやでもこれやってなかったなと思って、僕なんかは今ちょっとやっぱ個人事業主なんで、本当にこう休むっていうの苦手な自覚すごいあるんですよね、逆にこう休んでないから働いてるわけでもないと恐ろしい話じゃないですか確かにいや本当そうなんですよ。逆に高橋さんがサラリーマンだと、はい、やっぱ週5とか6で働いてる感じですか。はい、はい、週5で働いてますね。うん、はい、土日休めてますか。いやこれ微妙なんですけど、あの例えばその本書いたりとかこれに付随する、例えばこう個人コンサルとか、そういうのを土日とかに入れがちなんですよね、でそれ楽しいからやっちゃうんですよ。そうなんですよね、楽しいんですよね、やっちゃうんで。でもそれがあの私ですね、やっちゃってわー楽しい楽しいで、その時は大丈夫なんですよ、で数時間か数日後にそのしっぺ返しがドーンと来るんですね。はい、品よくわかりますねいやもうね、こう楽しいこと、やりたいことはこうね最優先でやってしまい、でこうやりたいことを最優先にしたら、それはこう自分は上手に動かなくなるんですよね。こうできない自分を上手に動かすというのは、こうやりたくないことを先にやれって話じゃないですか、まずこう公共料金払ってこう電気止まるぞって話じゃないですか。私一人暮らしの頃はこう3ヶ月に1回電気止まったんですけどそうみたいな書いてありました、それすごいな。こう大学生の時からこうレポートを書こうと思ったら電気が止まったので、どうにもならないと大学に移動としたら門前払いされたみたいな話よくありましたね。あ電気代が残ってなかったみたいな。そのやりたくないことを自分にやらせるっていうことをどうやっていくかっていうことだと思うんですけど、そうなんですよね。なんかこうどういう風にやってらっしゃるんですか、木南さんから。こう基本的にはタスクの書き出しと整理、本に書いてるようなやり方をやるんですけど、最近はそれも不可能になってきて、でもこう不可能な状態っていうのは、僕の場合うつが強いので、うつの状態なわけなんですが、こうもう休むしかないわけですよ、はいはいはい、ところがこう休むって決断もできないまま、パソコンの前でこう高速回転してるうちに、こう何もかもがおしまいになっていくみたいな。休むっていうのは決断なんですね、借金玉さんの中では。そう、本の中でこう頑張るのはこう、もうちょっと頑張るは惰性で、休むは決断って書いてあるんですけど、それを自分ができなくて今ひどいことになってます。そんか、そう、本の中で書いたことができないっていう自分で書いたことができなくなるっていう。すごいわかります。ここでこう書いてあることが、なんか自分できないぞっていうのをひたひたひたと自分が、もう一人自分がこう言ってくる時ってありますよね。こう調子悪くなってくると、こう自分の本が自分の後ろをこうひたひたとお前これ書いたよなって、書いたならやれよみたいな感じでこうできない自分を上手に動かす習慣とか、上手に動かさない習慣というか。そっか、じゃあ逆に動かすじゃなくて、動かさないために何をするかっていう話ですね。確かに今余計なことすんなよ、余計ないというか。そうですよ、いやそっか。逆にこれは僕みたいな、最近なんか個人事業主というか半ばフリーになってる人間の話で、でも高橋さんどうされてます？あ、やっぱり儀式なんですよ。会社行くっていうのも全部儀式ですし、会社行って朝礼とかあるんですね。朝礼とかで意図的に大きな声出してよろしくお願いしますとか言って言うんですよ。
でそれでなんかスイッチが入っちゃうんですよね。あ、入りますか。はい、僕の場合は入りますね。でそれは素晴らしいですね。あ、で入って、で会社でデスクについて、あんまりテレワークできていないんですけど、うちの会社の私の場合はあんまりの人なんですけど、やっぱり会社に周囲の人がいたりとか、そういう状況ってやっぱりこう自分を 動きたくなくても動かされてしまうみたいなのってあると思うんですよね。それは本当素晴らしいですね。そこに行きつけたのはやっぱ努力の結果だと思いますね。そうですかね。会社ってそういうところなのかなって私は思ってました。僕も30過ぎて再就職した時に初めてそれに気づきましたね。私にとってそのできない自分を上手に動かすっていうのは、そういう環境に身を置くっていうのは、まあ、ちょっと無理やり答え出したみたいな感じになっちゃいますけど、っていうのは皆無一つであるのかなっていう気はします。外部をうまく使うとでも言えばいいんですかね。ああ、そうですね。俺も逆に言うとこう外部と自分がこ うまく適応するためには、どうしてもこう自分の側からこう自分を変化させなきゃいけないと思うんですけど、そういう面の努力とかどういうのがあるんですか。自分を変化させるっていう考え方はしていないんですよ。おお、はい、でそこをの間を埋めてるのが ここで紹介している仕事の進め方のタスク管理なんですけど、それをただそれを飽きもせずやり続けるっていう努力はしてるかもしれないです。あ、はい、シャキザマさんのやり方でいうと、そのホワイトボードに全部こう書き出すとか、はいはいはい、あれを、まあ、仕事バージョンで、うん、飽きもせずずっと書いては消し、書いては消しをずっと続けているっていう感じですね。ちなみに僕はホワイトボードに書くじゃないですか、はい、書くじゃないですか。でこうどんどん溜まっていって、こうホワイトボードは見たくもないこう大量 の未達成仕事の収束以上になるんですけど、はい、ならないですか。ならないんですよ。っていうのをそこでさっきの仕事感とちょっとつながるんですけど、パス回しでなんかうまくやっていくっていう文化の中にいると、パスを出したらあるのも自分の手から離れるんですよね。だからとにかくパス来たら誰かにボールを渡して、であとシュート頼むよ、頑張ってね、はい、バイバイみたいな感じで、だから自分がその後も自分がパスもらうにしても、一旦自分の手を離れている状態であるっていうのを可視化して、それで書いてあるけれど自分のボールじゃないよみたいな、自分の持っているものじゃないよっていうのを分かるようにしておくと、いくらか気分は楽になって、それでたくさん書いてあるそのタスクリストを見続けることはできますね。なるほど。高梨さんってすごいメールの返信とか早くて、とにかく高梨さん自身がよくおっしゃってることなんですけど、自分のとこにボールを溜めないっていうの本当になんか徹底してるなっていうのを思うんですよね。わかります。溜めちゃいけないのはね、そうなんですよね。だって金融機関に勤めてた頃から溜めちゃいけないのは分かっていたんだっていう、溜まっていくんだっていう。いや、そうなんですよね。なんかそこの、まず打ち返す、できるだけすぐにこうもう打ち返すっていうか、もうキャッチしないみたいなね感じを徹底してるっていうのと、あとまあそのなんていうんですかね、自分のキャパ超えて仕事を受けすぎないみたいな。ああ、そうですね。でもやっぱりなんかお話ししてて、お二人とも ADHD っていう診断を受けているっていうような感じだと思うんですけど、その高梨さんご自身は多分その ASD 傾向はあんまりない感じですか。一つだけ強力なのがあって、抽象的な話が理解しづらくて、で、全部具体的な話に落とし込みたがるっていうのがあります。そうじゃなくて理解できないっていう。だからすごい難しい話を延々とこう哲学的な話とかあるじゃないですか。全然わかんないな、ぼーっとして聞いていて、それってこういうことですかって自分の中で具体的な話に変換して、あ、なるほどそうなんですねみたいなっていうのがあるので、逆に仕事術という面ではそれがいいように働いたような気がしますね。徹底的な具体化ですよね。そうです。なるほど。僕逆にすぐ関連的な話になるんですよ。あ、無限に関連の塔を積み上げてくすめてるんですけど、この本何がすごいって、発達障害傾向のある人が2人いると、こうね、
全てはうまくいかない、3人いた場合は絶対にうまくいかないっていうのが、まあまあまあ趣味で言われてそんなことはないんですけど、うん、もうやっぱりみんなこだわりがある上に、はいはいはい、誰にも本人にも理解できないところでいきなり動かなくなるので、だから組んで上手くいったってちょっとこれエポックメイキングだなと思うんですよ。へえ、嬉しいです。いやちょっとそう言われるとなんかまたもう一冊出したくなりますよね。そうですね、住みつきみたいな感じで、うんうん、例えばこう文章書こうって決めてこう企画会議をするじゃないですか、はい、で企画会議は絶対に盛り上がるんですね、うんうん、発達障害者が3人いたらもう企画会議はもう最高に盛り上がる、これは最高のものができるぞってなるじゃないですか。で最初の1本の原稿が上がってこない。もう次から詰まってくる。逆にあの、はい、高梨さん、あの当たりみたいにポンポン前みたいにポンポン原稿出したってことで、そうなんです、めちゃめちゃ動いてますよね。そうですね、めちゃめちゃ動いてましたね。結構やっぱ高梨さんがなんかそういう意味では特殊というか、かもしれないですね。とりあえず出てくるみたいな、うん、そうですね、出すね、書くべきものは書けるみたいな、うん、その後いろいろこうそれを叩き台に修正していったりみたいなことは、今の話は仕事の基本みたいな話出ましたよね。こうあのこうゴールまで考える前にまず叩きを出すって、はいはい、ですね、私今あの叩きを出すってないあの出版社の話が複数あるんでこの話はねあんまり言わないなとこう風水が良くないんですけど、あのちゃんと叩きを出せるってのは訓練の子供ですか、昔からできました。いや、あの昔はできなかったです。ただ訓練をしたっていう感覚はなくて、もうとにかくそれをさっきの話とちょっとつながるんですけど、来た球を打ち返すためには多少こうあのなんか打ち返すのも、うん、あのもうジャストミートじゃなくてもいいから、とにかくエイでもいいやみたいな。そうなんですよね、そうそう、あのなんか絶対にジャストミートじゃなきゃいけないって叫ぶ何かがいるんですよ、脳の中に。あーなるほどな、あのこの角度は甘いぞって言ってこう、はい、同じ原稿を、ね、200点ぐらい修正して最初より悪くなるんですよ、はいはいはい、もう僕が想像しているなんかその完璧主義みたいなのを、うん、もっと濃度濃くしたって感じなんですよね。あ多分そうでしょうね、僕が想像する完璧主義よりも完璧主義って感じがして、うんうん、いやーそっか、なんかそういう自分とこう付き合うコツみたいなのがあるんですよ、いわゆる多分なんかその完璧主義との付き合い方みたいな話にもつながってくるのかなっていうふうにもちょっと思うんですけど、一緒に仕事する方を尊敬するってのは最近大事だなと思う。尊敬できない人と仕事しない人もそうなんですけど、こうあの、うん、僕がこうぐる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 いってると大体は一緒に仕事する方がおいてめえいい加減にしろよと言ってくるので、なるほど、ここでいい加減にできるかって言ってしまうと全てが終わってしまうので、はいはいはい、申し訳ございません、直ちにいい加減にいたしますって言っていい加減にいたしますっていいですね、そっか、あとはじゃあこの人に任せようみたいな、あのそっか、あの俺はいい加減にしなきゃいけないなって、基本的にそう思えない方とは一緒に仕事をしない。なるほど、いやでもそれ面白いですね。この本にもこれなるほどなと思ったのが、自分の中でタスクがこう滞留しちゃった時に自分でタスク整理もできなくなっちゃうから、人に話を聞いてもらいながら整理するっていう話があったと思うんですよ、はい、あ そ, うです、その人の頼り方すごいなと思って、いやすごい不思議なんですよ、あのお互いにタスクが完全に処理できなくなったら、うん、ADHD 同士がディスコードでやってもちゃんと整理するんですよ、ね、そうですよね、助けてって思ったら、うん、あ俺もって言って、じゃあ、あのまずあの借金玉さん、じゃあ今から言って、はい、何々社、何々社、それからってあのこの原稿をくれてたらお詫びを入れてみたいなのを全部書き出して、うん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 、いや、結構すごいことになってますねって、じゃあ今度お前なって言ったやつを、お前もだいぶすごいなって。それあの、うん、人のことだと結構さささっとできるんですね。できるんですよね、不思議なことに。音声でこう、はい、彼がこれからやらなきゃいけない仕事を一通り聞くんですけども、はい、であの何なら優先順位までつけてあげられるんですよ。すごい自分のことは考えられないから、ね、一言はめっちゃ得意、うん、いやこのなんていうんですか、その共生関係って言ったらいいんですか、うん、これはそのいや本当やり会社自分の会社でもやりたいなと思ったんですよね、うんうん、今ちょっと頭回らないから俺の話聞いてくれと、そういうなんだろうな、今ズームの社会でオンライン社会でなんかあんまりこう雑談とかできないじゃないですか、うん、だからなんかちょっと俺の思考の整理付き合ってくれって一つ、
話雑談のネタにもなるし、うん、これいいなと思ったんですよね。こんな恋愛相談って、大体受けると、まあ、ほぼ無理だ、大体わかるじゃないですか。7割ぐらい当たっちゃうんだよ。これが自分になると、ほぼ当たんなくなる。本当そうですね。あれですね。発達障害の人、この傾向が強くて、こう、悪い意味で僕はこう軍師様って呼んでるんですけど、人へのアドバイスはすげえ得意だから自分のことになるんですかって人も結構悪い意味で軍師ってそういうことなんですか。軍師悪い意味であんまり使わないからどういうことなんだろう。いやでもくしくもここに繋がったかなと思うんですよ。今ここそうですね。だからその自分でどうこうしようっていうよりは結構もう巻き込むじゃないですけど、最後結構同じ話になったんですよ。そうですね、外部をうまく使うっていう。ああそうですね、いやこれはだから、結論というかね、お面が壊れるハプニングがある。後半は手で持って頑張らせていただきます。はい。ということで次はですね、発達障害でも活躍できる人とできない人、どこが違うのかだいぶ突っ込んだ、はい。そうですね。はい。活躍できる人、活躍って何なのかっていうのもありますけど。いやそうですね。確かに。活躍できない人のイメージってどんなのがあるのかなっていう。あえてそんなところからぶっ込んでいっちゃうんですけど。これに関してこうすごい明確なラインはあって。やっぱりあの具体的に何かをやる人とやらない人、はあ、やるかやらないか、やるかやらないか、それも継続的にできるかできないか、あ、なるほど。例えば一つのことをやるのに人の10倍時間かかっても、10倍やれば単純にできるわけですよね。発達障害できるようになる人と人より時間がかかっても、なんだかんだ同じことをずっと続けてやる人って多くないので、それで結果的に追いついちゃったっていう。高梨さんの場合は本当に、はい、あの一緒にやってて思うんですけど、もう続けられる人だなっていうのは、すごい思うんですよ。僕はどっちかというと飽きっぽいタイプで、同じイベントを何回もやるとかやっぱできないんですよね、同じ話を毎回するっていうのはなんかモヤモヤしちゃうというかね。なんだけど高梨さんと一緒にやってるイベントってほとんど同じ内容をもう30回ぐらいやってるんですよね。で、なんでできるかっていうと、高梨さんが毎回毎回、じゃあ次ないつやりましょう、次いつやりましょうって声かけてくれるからなんですよ。で、ほとんど同じ内容をずっとやってるっていうのが続く秘訣で、高梨さんはそういう意味ではもう本当にコツコツ続けられるっていうところが一つの、そうですね、結構ね、一つはもう活躍できる発達障害者の王道みたいなところがあって、僕自身もそのタイプ、せいぜい僕はあの文章を書くくらいしか続けられてないので、あれなんですけど、こう一つ一つはすごいことじゃなくても、こう続けていった蓄積が結果的にすごいことになってるっていうのが、あともう一つがあれですね、あの続ける力とか物事を習得する力そのものも伸びるんですよね。成長率そのものが伸びていくというか、なるほど、もう成長は関数的というか、はいはいはい、だからもう、まあ、続けられる人やれる人っていうのはまあ活躍しますよね。そっか、10分の1のスピードでも人より10倍遅くても続けていれば確かに成長率は指数関数的に上がっていくから、そうなんですよ。続けてるといつの間にかあのすごいスピードでできるようになってるみたいな。だからこう3ヶ月でつく、はい、こう3ヶ月だとこう成長率のあれ、あの健常者の元気な、はい、あのできる人がスーッていく方が圧倒的に早いんですけど、5年とかのスパンで見たらこれで追い抜いていくっていう人が、僕あのコールセンターで働いていて、で僕コールセンターって結構あのトークスクリプトっていうなんかいわゆるその鉄板トークみたいなのがあるんですよね。営業とかでも多分その鉄板トークってあるじゃないですか。で僕はどっちかっていうとアドリブで話しちゃうタイプなんですよね。僕もスクリプトガン無視タイプですね。あ、本当ですか。で僕そのアドリブで喋るっていうところで、あのそういう人って最初結構成績いいんですけど、最初から結構そこそこ取れるんですよね。だけどあのすごくトークが苦手な人がコールセンターにいることがあって、なんでこんなにたどたどしいのにコールセンター選んだんだろうって僕不思議だったんですけど、そういう人って結構そのトークスクリプトやっぱり覚えるのすごい時間かかるし、トーク自体もたどたどしいから最初全然成績出ないんですよね。大丈夫かなこの人って、周りも思うんですけど、なんかすごく愚直にトークスクリプトだけを繰り返す人っていうのが稀にいて、そういう人って後から激伸びするんですよ。なんか結果がめちゃくちゃ出てくるんですよ。
あれ怖いですよね。怖いですね。後ろからなんかこうあの最初はぶち抜いていたはずなのに指数関数的にぶち抜いてくれる。そうなんですよ。なんかいつの間にか全部できるようになってるさ。いや本当そうなんですよ。もともとトークスクリプトって、ね、この仕事の歴史上あのすごい練りに練って作られたあの、ものなんですよね。だそれをうまく使えるようになるとどんどん成績叩き出していって、だその劇場で成長するっていうのすごい分かるんですよね、うん、逆にこうあれなんですね、こう基本無視のアドリブサロンの成長は、はい、どこかでこうあれって感じで止まるんですよ。分かります。もう辛い。私もこれ何回も食らってこうね、そこでこう慌てて基本に戻ることになる。いや、わかる。勉強とかもそうなんですね。要領で出ていこうとすると、はい、こう最初は早いんだけど、なんか不意に止まって、はい、愚直なやつが後ろから抜いてくる。いや、そうなんですよね。でこう発達障害の方、やっぱりどうしても高確率で最初は転ぶので、我々みたいな、こうなんか一部向いたところがある人は、そこだけ走ったりしますけど、最初に転んでもやっぱり諦めずに、はい、まあ、もちろんそこ自体は諦めてもいいんだけど、うん、何かを諦めずに続ける方は、やっぱ5年とかのスパンですごいこうあまり想像したくない差がついちゃいますよね。いや我々アドリブで何とかした方がちょっと怖いですよね、うん、あの臨機応変っていう言葉に対して、うん、あの得意な人っていうのは すごいなって思ってるんですけど、逆に臨機応変っていうのがちょっとうわ苦手だなっていう人の方がもしかしたらなんか後で追い込みがすごかった。いやそうなんですよね。そうなんですよ。逆になんだかんだ言って俺はアドリブでなんとかなるって私もそのタイプなんですけど、大いなる人生の反省がちゃんと基本を見ておけよお前っていう、なんできちんとやらなかったってこう様々な反省がありますよね。まあ、それはそれ大事なんですよね、アドリブもね。まあそうですね。実際なんとかしろっていう意味では、その活躍できるできないっていう話で、あのちょっと基本が大事っていう話にもちょっとつながるんですけど、僕公認会計士になりたくて勉強してた時期があって、で同じくですねツイッター上で公認会計士になるべくこう同時期に勉強していた方が、その人もあの発達障害らしいんですけどの方がいらっしゃって、でその人はあの合格して、僕は合格できなかったんですけど、でその後なんかあの仲良くなって、どうその発達障害ってなんかそういう、こう勉強とか僕の中ではちょっと苦手なイメージあったんですけど、どうやってあの合格したのって聞いた時に、できる人の勉強方法を丸パクしたって言ってたんですよね、うん、でこう本当に徹底的に丸パクする人なんですよ。こう技術その勉強の仕方みたいなのをこう言われた通りに丸パクりして、その通りに勉強するみたいなことを侮辱にやってたら受かったっていう風な話を聞いて、それもやっぱトークスクリプトの話とちょっとつながってくるんですけど、結構その丸パク力っていうのを持ってるか持ってないかみたいなのもちょっとあるのかなっていう気がしたんですけど、やり方っていう概念が見える人と見えない人ってもありますよ。はあ、なるほど。勉強はこうすればできるみたいな解像度さんたまにいるじゃないですか。そうですね。とにかくやりゃいいんだよ。とにかくやりゃいいんだよって、あれは一番危険で、なるほど、あの勉強にもやり方がある、うんうん、でまたこの勉強やればできるってこうちょっとならこうそのパッとこうテストぐらい超えられちゃった人にはまりやすい罠なんですけど。確かに めちゃめちゃ分かるのは、あの僕は1年浪人してるんですね、大学受験で。で、あの世界史で丸々1年棒に振ってしまったのがあったんですけど、なぜかというと高校3年生の時にとにかく教科書を読み込むんだって言われたんですよ。で読み込むの解像度が低かったので、本当に小説を読むみたいにホホーって読んじゃったんですよ。で覚えることをしなかったんですよ。いやそれあのなかなか確かに難関校の世界史だと教科書のこう本当に細かいところが出るから、合ってるは合ってるんだけどちょっと解像度が低いよって話ですよね。そうなんですよ、ね、アドバイスの解像度ね。そうですね。でそれをあの読み込むっていうのを、あの小説を読むように読むっていう風に捉えてしまったので、数ヶ月かけて何回も教科書を読んだのに結局覚えられずに、あの世界史の知識がつかなかったっていうのがあって、で現役は合格できなかったですね。まあそれ以外もあったんですけど、でそういうなんかそのやり方の解像度って今すごい大事だなと思って。なるほどな。ちょっと恥ずかしい話なんですけど、最近まで歯磨きってちゃんとできてなかったんですよ。あ、わかります。
あの最近ね、歯医者さんにあの私もね、怒られて、歯を磨けばいいのかと思ってましたね。いや、そうなんです。歯磨きだから、エナメル質をこうシャコシャコやればいいっていう、まあ、なんかテレビとかでもこういうふうにやってるじゃないですか、だからそのまんまやってたんですけど、あ、そうじゃないんですよね、実は。あれちゃんとやらないと、きちんと結果で激痛でこうね、返ってくるので歯磨き面白いですね。なるほど、長くやりゃいいってわけでもないですしね。そうなんですよね。だから歯とその歯肉っていうんですか、歯茎の間のところのゴミを取らなきゃいけないんだよって言われたら分かるんですけど、はい、あ、そういうふうにやるんだなって最近だからちゃんと磨いてるんですけど。いや、私は歯磨きって習慣を手に入れるのに、あの歯の神経を一つ犠牲にしました。でも解像度っていう話は本にも出てきましたけど、いや本当大事ですね。その字面通り受け取っちゃうところがあるというか、言われたこと字面通り受け取って、まあ、ちょっと誤解してしまうというかね、あの資料見といてよって、はい見ときましたっていう、あの20代前半にあるあるです。見といてよとか、いや見たけどねっていうところとかね、見た、ありましたって、んだけどう思うって、はい、ちょっと見ただけなんで分かんないっすやっぱ会社だとこう、あのメモ見といてよとか、はい、あれチェックしといてとか、そういうの飛ぶじゃないですか、はい、あれが何を意味してるのか意外と分かんなかったですよね。つまり それを自分でもっと具体化しろっていうことなんですかね。こう何を求められてるのか分かる人。あ、なるほど。こう自分の、実際にこう何をすればいいのか、はい、実際に分かってるようで人間分かってないとかありますよね。なるほど、ありますね。自分はこう何をする人なのか、なんかもう雑談というか普通の会話のところでなんかこう、あのね、分かってるよねみたいな感じでこうなんかこうなんて返したらいいのか分からないけど、どっかに絶対正解があるはずみたいな、そういうコミュニケーションを求められる時ってあると思うんですよ。ありますね。ありますよね。うん、それがめちゃめちゃ苦手ですね。それもちょっと ASD っぽいところですね。ああ、そうですね。僕もそれは得意じゃなかったですね。実はこうやって喋ってるとお互いよく喋る方なんですけど、実際トークにも結構ね、弱点があるんですよね。ああ、弱点ですか。こう、それもあの、いつも人と喋る部分で、例えばこう、あれやっといてよっていうのを指示がよく、あの冷静に考えるとよく分かんないみたいなことないですか。いや、すごいありますね。あれやっといてよ。今、部下いらっしゃるっていうのは。あ、いや、部下とかはいないですね、今僕は。はい、あの、みんな横並びぐらいでやってるんですけど。こう、なんていうか、自分が実際に何を今求められてるのか、冷静に考えると分かんないことに気づいた時の恐怖っていうのが、はぁー、未だにありますね。それで結局動けなくて、で、締め切りすぎるんですよね。すぎるんですね。自分が何をしたらいかがわからない。こう仕事は指示は明らかに言ってるんだけど、はい、よく考えるとこの仕事わかんねえぞっていう。なるほど。そうなんですよ。この指示って何をすればいいの、具体的にみたいな。そうどこまでやったらこれゴールになるのみたいな。ああ、そう。ゴールがわからなくて、それでやらなきゃいけない第一歩もわからないと何にも動けない。その時に分かんない、教えてくださいってこう一歩、それが一歩目なんですよね。そうですね。最悪の場合はそれですよね。そうですね。それって、うん、こんなこと聞いちゃうとなんかあのバカにされちゃうんじゃないかとか、こんなこと聞くの失礼なんじゃないかっていうハードルがあるじゃないですか。ありますね。それを超えられるかどうかっていうところが一つなんか分かれ道のような気がしますね。そこでかい気がします。でかいです。あとはこう全没覚悟の、すいませんって全然分かってなかったらごめんなさいって、この方向でいいですかってこう1割ぐらいやったのを出せるかとか。はあ、全没覚悟で1回出してみる。あの、なるほど。この方向性合ってますかっていう叩きを出すと人間は怒らないことに気づけるかとか。なるほど。でもこれができるかできないかが結構その活躍云々っていうこの話にもつながってくる気がするんですけど、意外と能力じゃないとかあると思うんですよ。はい、あの結構あの発達障害を持った人でも能力差というのは当然あの向上者のものでありますし、能力が高い人が活躍してるかっていうと、意外とそうでもないって結構辛いですから、能力で言えばこの人圧倒的に高いのになってる場合もありますよね。はい、なるほど。その、まあ、その指示どういう意味ですかって聞けるのがまずまあ一番理想なんだけど、で聞けない人もいるじゃないですか、多分。聞けない時は1割でとりあえず出してみる、怒られ覚悟で、全没覚悟で、
出す、あるいはこう気合いでこれが俺の正解だこの野郎っていうと、もう最悪ではない。めちゃめちゃ分かります。最悪ではない。なるほど、出しただけ。最悪なのは締め切り寸前にあんたの指示が悪かったとか最悪。綺麗にこの最悪コースを突っ込んでくるとよく見ますよね。なるほど。僕が使った頃もあのうんっていう、それは最悪コースだからやめようなってよく説教したのを覚えてます。気持ちは痛いこと分かるけどやめようなって。俺がお前に説教する資格がないと思うけどやめようなって。こっちの最悪コースすっごい経験して。で、本にも書いたかもしれないですけど、うん、自分のデスクにはこうタワーが積み上がっていて、うん、で積み上がってるっていうことで下からこう重ねていくじゃないですか、未処理の書類のタワーですね。そうですね、うん、書類のタワーがあって、はい、でということは一番下、一番引っ張り出しづらいんですけど一番多分、うん、締め切りが過ぎてることが多いわけですよね、うん、っていう段階でこう部内があれどうなってるってざわ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 ざってこうざわつき始めるわけですよ、ってなるともう大体あ自分だなって大体わかるんですけどもう言い出せないんですよね。で大変よくわかります。で想像しますね、こうあーみたいなんです。でもうすいませんも言えなくて、で結局もうこれ事故かな、事故かどうかわかんないんですけどなかったことにしたことあります。わー、結構ね、低確率でなかったことになるので、そこに期待していくっていう仕事がこうたまに消えるので、ね、消えることを祈っていくっていう選択肢もまあなくはない。めっちゃ面白いけど基本的には仕事から消えないから仕事なので、そうですよね。それには期待するなと。消えることを期待する。もうそれはもう本当に奇跡的な時で、はい、奇跡的な確率で、うん、じゃあまた再発行しようよで終わったんですけど、はい、もう大体はバレて、じゃあすいませんみたいな感じになっちゃって、もうそうなるのが嫌で嫌でしょうがなくて手つけるの早くなったみたいなのはありますね。めちゃめちゃやばいですね。そこはもう本当に怖がりなので、怒られるのが嫌なのでっていうその一点だけですね。僕はもう机をこう会社のこう自分でこうガッて開けたら2ヶ月前に絶対に処理されてなきゃいけない処理が出てきて、っていうその時こうね決まりました、ね、退職って聞くことめちゃめちゃわかります。わかるんかい。めちゃめちゃわかります。だって退職みたいな、退職とか休職とか の、 トリガーって割とそんなことなかったね。あ、そうなんですか、知らなかった。やめようってなるわけですね。そしてこう見た瞬間に、ね、こう信じられない速度で脳が回るんです。なぜこれがまだ発覚してないか、どれくらいで、あとどれくらいでこの地雷が爆発するか、これを言い出した時にこう対処する方法あるか、ないよし、腹は決まったっていう。腹は決まった。まあ、なくても絶対に退職はしたんですけど、そういうこうね、いいきっかけを頂戴して、まあ、いろんな積み上げなんでしょうけど、そうですね、そう積み上げの最後の一押しがそれだったみたいな、っていうのはすっごいわかります。いや、やっぱ結論出ましたね。仕事が消えることに期待しないとですね。期待してはいけないってことですね。仕事は消えないので、ちゃんとやる人は活躍できる。そうですね。ああ、でもそう、消そうとしないって大事ですね。消そうとしない。たまに消えるからダメなんですよね。ワンチャンあるから。成功体験があるから、ね、ガチャみたいなもんですね、じゃあね。でも、よく考えたら、1回だけなんです、それ。うん。1回だけなんですけど、その成功体験、1回にしがみついちゃうみたいなのは、もしかしたらあるかもしれないですね。やらずにこう机の中でこうなんか発酵しすぎて消滅したみたいな、僕も1回か2回あって、いやでもやっぱり消えないですよね。消えない、仕事は消えないです。不安要素にちゃんと向き合えるかどうかっていうところだと思うんですよね。僕もちょっとこれは真面目なんですけど、はい、こういくら仕事を机の中で全力で熟成させても申し訳ございませんでしたって突っ込んでくるやつは大体助かるんですよね。これは30超えてやっと気づいたんですけど、どんなダメな新卒でも自分のポカに気づいた時に即座に上司の方に向かってこう申し訳ございませんって走れるやつ大体助かるっていう。はあ、いやでもなんか示唆に富むな、それ。つまりその格好を熟成させようってならずに、ちゃんともうスライディング土下座できるみたいなことですか。逆にこう若い
社員とかだと、その自分の仕事ってぶっちゃけ与えられてないじゃないですか。なるほど。その仕事を寝かしてたことより、あいつはあのポカリについてはすぐスライディング土下座してくるから安心感があるっていう、つまりから加点まであるんですよ、3年目までは。だけどあのやっぱそうですね、僕もそうだったし、こうこれができない、こうやっぱ心理的負荷に負けるというか。そうですね、これ大反省ですね。やっぱりあの30超えてやっと素直になれたって恥ずかしいエピソードなんですけど。大丈夫です。40でやっと素直になれた。あの上司を尊敬してポカした時に、はい、申し訳ございませんでしたってこういい加減にいたしますって言えるようになったらこう、いやーでもこれすごい、そっちだったら使える、そのお客さんの方がいいと思う。多分エルさんの活躍できる人できない人の違いっていうのは、うん、そのやばいってことに気づいた時にちゃんとその時点でスライディング解けたらできるかどうか。そうですよね。いやそれが大きいですね。今我々35とか40だって気づきますよね。20代の若手の子があの失敗に気づいた瞬間スライディング解けたしてきたら、どう考えたかプラスじゃないですか。めちゃくちゃ可愛いっすよね。めちゃくちゃ可愛い。確かに、うん、やべって思うけど、でも、まあ、あの、うん、あミスを言ってくれるっていう意味で安心できるというか、うん、というかあの隠されてたと、隠されてた時に、あこの人は隠すんだなって思っちゃうじゃないですか。あの隠すのやばいですよね。っていうその信用の毀損っていうのが結構厳しいと思う。それ回復するのが厳しい気がしますね。バイト先一つクビになってますから。私もまあそれはちょっと思い当たる強さがあるので、生傷がいっぱいあるので。この傷ですみたいな、なんかそのすごいですよね。その時の傷がこれですみたいな。二人ともちゃんと傷として残ってるみたいな。やっぱりね、あの説得力がすごい。一回キャンって言わされないとやっぱりね、学べなかったなっていう。だからできれば若い人をキャンって言わされる前に学ぶと。いやー、そっかー。実際の若いやつの仕事のミスなんてこう正しくミスを謝ったら大体プラスですよ。まあ、そうじゃない職場もあると思うけど。そっかー。むしろその若いうちの特権というか。いやそっか、なんかそれ若くなくても即座にスライディング土下座できる、なんていうんですかね、スキルですかね、結構ですよね、かかったりしますよね。当時それもなんかダサいとしか認識できなかったんでしょうね。なるほど、恥ずかしいなるほど。でもダサいとかっていうのはでも若い時こそ結構そこに縛られちゃうというか、冷静に考えると隠すやつが恐ろしいってだけの話なんですよね。そうですね。ポカを隠す若手はちょっと恐ろしすぎる。プライドがあるからこそ早めに謝るっていう。あのあそっか、謝るなら今よりいいタイミングはないっていう。やっぱりなんかこの辺怖い。最後のトピックなんですけど、情報過多の時代を生きやすくするシングルタスクの勧め、発達障害の僕らが生き抜くために身につけたスキルということで。いやこれあの今シングルタスクになんかできねえよっていう、そうなんですよね。今ちょっとすごい出て、まあその結果として今度あの何をこう生活から減らせるか、もうインターネットを見ようと本名は基本的にこうだから情報は何かをしろと言ってくるんで、それをいかに無視するかみたいな話になっていたと思うんですよね。無視するスキルですよね。そうで、なんかあのやらなきゃいけないことをあの本当は本質的になくすのは無理だと思うんですよね。でさっきもその話しましたよね。そうですよね。仕事は消えない。消えない。発行しないと。そうですよね。で、そしたらその自分が没入できる状態にしていくっていう、だから現実と仮想現実を作って、仮想現実の中でシングルタスクみたいな風にしていくのが、入ってるっていうのが、そうですね、っていうのにどれだけやってあのそういう状態に持っていけるかっていうのが多分我々の生きる道なんじゃないか、サバイバル術みたいな、実際この一回気になりだすと全てが気になるんですよ。こう窓も拭かなきゃいけない気がするし、なんかパソコンのモニターのここなんかあの良くないから新しいの買い替えなきゃと思うし、無限に全てが気になるあれをこ うるせえって言ってこう順位の底までのが、シンクルタスクってもしかしたら優先順位なのかもしれないです。あそうですね、そうですね、なるほど。そのただでさえやらなきゃいけない仕事、書かなきゃいけない原稿がある状態で、まあ、我々が結構その執筆 業が多いから結構書くというタスクが結構たまりがちじゃないですか。多ければ多いほどあの片付けをしたくなる気持ち、これは多分誰にでもある共感できると思うんですけど、その試験前に片付けをしたくなるみたいな、あの誘惑どうやって打ち勝てるんですか。あこうやっぱりあの編集者が怒っているっていうのがポイントですね。あのいい加減にしろという声が上がっているっていう。
なるほど。いやでもなんかすごい心理っぽい。やはりこうあの、はい、いやまあ、自殺は起こる方はいないんですけど、はい、あの借金玉さんそろそろさっていう空気はやっぱりありがたいですよね。なるほど、ありがたい。やっぱりヤバい順っていうのはあるんでしょうね。いやちょっと人間関係なんですね、やっぱりリモートとはいえ、やっぱりそのこの人をヤバいが怒ってるみたいなのがやっぱり自分をすごく駆動させるというかシンプルタスクにするってことなんですかね。それは強力ですね。この人にだけは怒られたくないみたいな。うん、あ、それ自分はめちゃめちゃありますね。あとそう、あの、あと僕の場合はこう生きるために必要な順番っていうのを結構考えるようにしてます。うーん、例えばあの、ま、これは後でいい、これは先の順番を僕はすぐ見えなくなるので、はい、すぐこう例えばあの、いやもう今すぐこうモニターを買い替えなきゃっていきなりこう仕事がどん詰まってる。ああ、でもなんかわかるかもしれない。なんでこう人間は仕事がどん詰まるとキーボードを買い替えたくなるんですか。僕はあのノイズキャンセリングヘッドホンをこう買うか買わないかみたいなのを1ヶ月ぐらい無駄にしましたね。購入して返品みたいなのを3回繰り返しました。仕事が本当に詰まってる時になぜお前はアマゾンで仕事道具を本気で選び始めるんですか。あります。こういうのをやめて、はい、あのこう順位付けをして、あとはこうあの、まあ、マインドフルネスをするのはいいんだけど、うん、もう今してることは やるべきことはマインドフルネスじゃないぞっていう。やっぱでもそうやってこう、そうでしょう、仕事のアマゾンあさりっていうのはやっぱやめさせてくれるのはそのやっぱ編集さんのこう怒り。そうですね。それとまああの、あ、まあ、怒ってないのがより怖かったりしますよね。またちょっとさっきの話につながっちゃうんですけど、やっぱりそのなんだろう、こう適切いい感じに怒ってくれる人いるじゃないですか、うん、怒ってくれるというかちゃんとこうちゃんとしてよって言いながら、でもやっぱこの人は裏切りたくないっていう気持ちがあるから、うん、やっぱりこう筆が進むっていうのすごいでも分かるんですよね、うん、この人と仕事を続けたいみたいな、うん、でもそう思える人と仕事をするみたいな話、さっき釈迦さんおっしゃってたんですけど、尊敬できる人、やっぱ尊敬できる人としか仕事しないみたいな、あ、これめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていう気がしてきました。途中でこう嫌になっちゃうと辛いですからね。いやー、うん、つい、確かに、あのやっぱり謝ることに抵抗のない人と仕事をしたいですよね。はー、謝ることに抵抗がない。いや、あのそれこの人が僕にあの何かがこう文句をクレームをつけたなら僕が悪いだろうって思える人があるんですね。まあもちろんそうじゃないこともあるにしても大体はそういう人。はい、あ、そういう意味で尊敬できるっていうことなんですね、素直に謝れるかどうかが結構その尊敬できるかどうかポイントみたいなのが、そうですね、結構ある。いや面白いな。でもやっぱりそのやることがたくさんあって優先順位がつけられないっていうのって、うん、実は結構幻想じゃないですか。その どっちの仕事がより重要かとか締め切りとかも結構一緒に仕事してる人によって締め切りの重要度も変わってくるじゃないですか。実は3日ぐらい行ける人とか、なんかあのこの締め切りは絶対破れないみたいな、締め切りも結構相対的だし、だから自分で考えてる優先度って実はそんなに客観的でもないし割と幻想なんですよね。そうなんすよね。幻想で苦しんでるみたいなところがすごいある気がするんですよ。そうですね、なるはやって言われて、うん、今日中にやんなきゃって思い込んじゃって、うん、今日中に出したら、そんな早くなくてもよかったのにとか言われるとか。だから結構ね、その怒ってる人順にやるっていうのは、うん、割と心理に近い気がするんですよ。そうかもしれない、うん、そう自分で決めないっていうか、もう相手がより怒ってる順にやるっていうのが実は正しいんじゃないかっていう気がするんですよね。知り合いで、はい、あの社長さんがいて、社長ってめちゃめちゃタスクがある、はい、来るじゃないですか、メールとかで、はい、でとりあえず放置するんだそうですよ。で放置してで怒られた順にやるっていう話するんですよ。いろんなものをやっぱり頭の中に思い浮かべた時にダメになっちゃう気がするんですよ、自分の中でこう、もうやんなきゃいけないことがいっぱいあるみたいな、もう数じゃない、もういっぱいみたいになった時にもうなんか、うん、あの本当にお酒飲みたくなっちゃうだけみたいになるんで、大変よくわかりますね。なんかもう優先順位はもう相手に委ねちゃうみたいな決断って、うん、それも一つありですね、楽になる気がします。そうですね、うん、
でも結局なんかそのシングルタスク同士の切り替えというか、はい、うん、っていうことになってくるじゃないですか。そうですね、うん、なんか本当にやるべきことがあって、それをやっぱり人は一度に2つ以上のことはできないっていうふうに思っておくと、あの割とやりやすくなりますよね。生きやすくなるような気がしますね。諦めをつけると。諦め、そうなんです。あの聖徳太子にはなれないんだぞっていう諦めですよね。できない仕事は自動的にこう漏れ出てってるはずなんで、うんうんうん、そうですね。それいい話ですね。できない仕事はね、そうそう。もうだからもう漏れ出てったやつはもう気にしないというか、結構それでもう声かかんなくなった人とかいっぱいいるじゃないですか。そう、あのもうね、実際声かけなくなった人もいっぱいいますしね。そうですよね。本質みたいなところです。いや、そうなんですよ。どうせだからそうやってこう、うん、一緒に仕事できる人としか関係性って残らないんだから。あ、それいいですね。それいいオチだ。はい、いいオチ。そう、あの声かけてくれなくなった人もいるし、声かけなくなった人もいて、それで人間だよっていう。そうですね。みんな恨まないでって、僕も恨まないからっていう。ちょっと盛り上がっちゃいましたね。僕もちょっと気になっちゃいましたね。2分間になってしまったので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。